谷桃子は、日本の元タレント、元女優、元グラビアアイドル。本名同じ。愛称は、谷桃。茨城県鹿島市出身。元にタッチ所属。茨城県立いた高校等学校卒業後、地元の携帯電話ショップに就職するが一年で退職。茨城トヨタのキャンペーンガールを一年間務めた。その後、知り合いが経営する東京都内の料亭に就職。 就職したある日の休日に原宿へ遊びに行った後、表参道で道に迷っていたところを、現在の所属事務所社長にスカウトされ、芸能界入り。2006年、サイパンイメージガールに就任。2007年に日本テレビが、毎年選出するヒテレジェニックの2007年のメンバーに選ばれた。同期に、木口綾、緑、智恵、恵、小田浅美、葵がいる。 2015年12月5日の東京での撮影会をもって撮影会モデルを卒業。その後もグラビア活動そのものは継続していたが、2017年にラスト写真集を発表。その発売イベントで同年いっぱいをもってグラビアを卒業することを示唆した。2018年4月16日、福岡県在住の一般男性と結婚。同年12月30日、 年内をもって引退することが報じられた。12月31日、自身のブログで引退を正式発表し、この日をもって芸能界を引退した。趣味は映画鑑賞、買い物、サッカー観戦。地元のプロサッカークラブである J リーグパシマアントラーズを応援している。中学生時代の部活はバスケットボール部だったが、高校では女子バスケットボール部が 活動休止状態だったため、部活はやらずにアルバイトばっかりしていたとのこと。鹿島サッカースタジアムでビールの売り子のアルバイトもしていたことがあった。特技は、バドミントン、カズダンス、ロボットダンス。また水泳も得意で、得意種目は、平泳ぎとクロール、温泉ソムリエ、秘書検定3級所有。首入れと大きなお尻が売り。最初は、 お尻が大きいのはコンプレックスだったが、事務所からそれを活かさないでどうすると悟されデビューを決意した。絵頭2時50分を心の師匠として尊敬している。YS 乙女学院に登場した時は藤田咲という芸名だった。この当時の趣味、特技は映画鑑賞、マラソン、バドミントンで、サイズは身長160センチメートル。 B88W56H87。その、藤田咲時代の出版社周りで、編集者に本名を聞かれて返答したところ、本名の方がいいと言われ、本名の谷桃子に改名したとのこと。なお、声優の藤田咲とは別人である。一週間ほどの海外ロケで外出した際に暖房を消し忘れてしまい、この間の電気代について何とかしてほしいと。 電力会社に電話したエピソードを2009年4月28日放送の日本テレビ系踊る三魔五点で明かした。この件についてインターネット上では大となり、谷のブログには1000件以上の批判やバッシングコメントなどが寄せられ炎上する事態となった。なお、同年7月の DVD 発売記念イベントでは、この電気代について払っていることを明らかにしている。 ピーチフィズママッコビテレジェニック2007タニ、モモコレッスンピーヒ、テレジェニック2007メモアル月間、タニモモコ監視願望ドリームスケッチピーチアワーフレッシュ、アイモモ色台風、ピンク台風、タツミナツコジハラカナ、タニモモコグラビアアイドルのありえない DVD、プロモルムのスペシャル企画として、アトミ旅行に行った、サイノオフショットをまとめたモノコイモモラブデートモモコ。 水入書に夢もも夢ももスペシャル DVD ボックス、刹那の恋人ラブデートもも子に生ももももこれ、スーパーエクストラ D ボムタニジもも妄想科学、スケスケ通しメガネで覗かれた。ありがとうございます。